んですけれども、高圧洗浄機で泡洗浄をする場合、どの洗剤が一番泡立つのかというのを検証していくという企画になります。一発目なんですけれども、検証する洗剤は3種類用意をしました。ほぼ使ったことないんですけれども、こう比べてみてどうなのかというのを見ていこうと思います。まずですね、使う洗剤はこちら。MJJC さんっていうのがかなりですね、泡立ちがいいんですよね。スノーフォーム自体も出してて、すごく泡立ちがいい。そこで出している神泡っていうフォームガン専用のシャンプーになります。で、続けてこれもね、もうかなり使っちゃってるんですけれども、キーパーさんのコーティング専門店のカーシャンプー。これもね、かなり泡立ちます。で、これはね、ちょっとよくわかんないんですが、人気があったんですよね、サイト見た時に。スノーシャンプー、ながら洗車って書いてあったかなの、この3種類ですね、を使っていこうと思います。はい、でですね、今日使うのは、ケルヒャーの標準でついているフォームノズルを使って検証をしていきます。でですね、やっぱりこういうフォームノズルの性能っていうのも、泡立ちにすごく関係はしてくるんですけれども、洗剤も同じぐらい大事だと思いますので、どれがですね、いいものなのかというのを皆さんにですね、お伝えできればなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。はい。ではですね、現場に到着いたしました。この3本を使って泡立ちの検証を今からしていこうと思います。薄める濃度めっちゃ大事なんですよ。だいたいね、10倍希釈が基本になってるものが多いです。で、調べた感じ、これも10倍希釈で OK ということなので、神泡、スノーシャンプー、キーパーの洗剤ですね。で、3つ順番に試していこうと思います。まずこっちからいこうと思います。ちなみに今日使ってる高圧洗浄機は、ジャパネット高田で爆売れしてる JTK サイレント S で実証しています。なので、この機械のスペックだとこんなもんだよっていう感じで見ていただければと思います。はい、ではですね、まず神泡10倍希釈にしたものが入っていますので、どれくらいの実力か見ていこうと思います。うわー、こんな感じです。はい。じゃあ次、スノーシャンプー行こうと思います。はい、次なんですけれども、スノーシャンプーで、10倍希釈で今作ってきたので、どんなもんかっていうのを見ていこうと思います。混ぜてる混ぜてる。はい、行きます。なるほどね。なんかきめ細かいけれども、神泡の方が泡立ってる感じはするかな。はい、最後ですね。キーパーのコーティングカー専用シャンプーです。じゃあ行こう。うん、まあこんなもんなんですかね。まあ間違いなくメジャーで測って10倍希釈にはしているので、もうちょっとね、濃度を濃いめにやれば少し変わるのかもしれないですけれども、まあこれが実力っていう感じですね。ちょっとですね、あまりにも結果が悲惨なんで、MJJC の、まあ、優秀なですね、このフォームランスを使ってやればもうちょっと泡立つんじゃないかなと思います。で、今最初に入ってるのは、これあれです。神泡です。神泡だとどんな感じかっていうのを見ていきます。ウレタンフォームみたいな、マジで超すげえわーっていう感じなんですが、じゃあ他のやつでやったらどうなるか。キーパーの洗剤です。なんかさっきあまりにもひどかったんで濃くしました。ちょっとだけ濃くしたので、おそらく8倍希釈ぐらいになってると思います。じゃあ行きます。泡立ちは格段と良くなったんですけれども、やっぱりさっきのウレタンフォームみたいな感じにはなんないんですね。うん、使い比べたことなかったんですけど全然違うわ。お疲れ様でございました。なかなか悲しい結果ですよね。この2つに関してはあんまり泡立たない、これに比べたら全然泡立たないなっていう結果なので、今回最強はどれかのチャンピオンは神泡だったかなという感じなので、次回はこの神泡と違うものを組み合わせて比較をしていこうと思います。あとやっぱりね、このフォームランス使うと泡立ちは良くなりますよね。別のシャンプーでも全然良くなるなっていう検証もできたので、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思います。ではですね、この動画参考になったという方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。ではまた。